大体駅に停車中の8500系、韓国鉄道公社8500系電気機関車は、韓国鉄道公社の電気機関車である。耐久年限が満了し段階的廃車を迎える、8000系電気機関車を代替する目的で、2012年により製造されている。8500系電気機関車は、現代、ロテムが開発したもので、カールの車両に、 多くの部品を納品してきた東芝の伝送品を主に使用していることが特徴である。2012年により運用が開始され、2014年までに第1次分56両と第2次分31両の計87両が導入された。貨物列車検引用の機関車であるため、客車用電源供給装置は特に搭載されていないが、 機関車と客車間の通信が可能な24、新ジャンパ線が設置された。列車の前面、側面にカメラを設置したことにより、より効率的な入れ替え作業が可能であり、機関士が最も不便と感じていたヘッドライトの問題は、KTX 山川、ITX 青春などでも使用された、HID ランプを採用したことにより改善された。 c o c o の車軸配置を取り入れ、山岳地帯での運転時や、貨物列車検引時の検引力と粘着力確保を容易にし、空転現象の発生を減らせるようにした。また、営業最高速度を時速 150km に引き上げ、高速貨物列車の運行にも対応できるようになった。既存の電気機関車と異なり、イグブと阻止を使用している。 既存の機関車と違い、8500型は全長が 22400mm と延長された。既存の8200型では中央に位置していた前、小塔は8500型では運転室の上に移設され、直線を呼び、曲線区間での夜間走行時の視野確保に有利となり、直線区間ではより遠くまで視認できるという特徴がある。 8000系電気機関車の主要運用路線であった、京府線、中北線、霊東線、大白線、中央線などで運用されている。貨物列車専用として導入されたが、旅客用機関車が不足している。現時点では、旅客列車も牽引する。ありがとうございます。